私は二人兄弟の長男であるユーマと結婚をし、娘のレイカを授かりました。同時期にユーマの弟タカヤさんにも息子のタイチが生まれたのですが、姑のヨーコが可愛がるのはタイチくんばかり。初孫でもあるレイカは女の子で、しかもその後妊娠できず、私たちの子供はレイカだけ。長男の子供なのに跡取りにもならないとネチネチ私に文句を言い続けていたのですが、娘が高校生になると娘にもネチネチ文句を言ってきたのです。マミさん、レイカを大学に入れるって嘘よね。いえ、本当です。そんなお金ないわよ。お金なら大丈夫です。余分なお金は太一に回しなさい。うちは関係ないですよ。関係ないことないでしょ。太一は留学させるつもりなの。海外に留学させるためには物入りよ。あなたも少しは協力したらどう？ですが、レイカも夢があって大学に行きますので。女の夢なんて子供産んだら終わりよ。そんなことありません。太一はね、大切な跡取りなのよ。レイカもマミさんに似て口答えするようになって。女の子は嫌ね。口答えなんて。この前うちに来た時にも挨拶だけしてさっさと帰るし。それはお母さんがレイカに女のくせにってバカにするからです。本当のことでしょ。お母さんも女なのに女だからってバカにするのはレイカが気の毒です。ほら口答え、親子似てるわね。タイチはあんなに素直なのに。レイカも優しくて素直です。素直な子がちょっときつく言われたくらいで帰らないわよ。お母さんはレイカに厳しすぎます。女なんて役に立たない子産むからよ。とにかく太一を留学させるためにレイカの大学受験は中止です。いいわね。姑の意味不明な主張を受け入れるはずもなく、レイカには志望校を受験させ見事合格しました。しかし姑が期待していた太一くんは滑り止めも不合格。そのため、レイカの大学合格に喜ぶどころか、姑は激怒して連絡してきたのです。大学受験はさせるなって言ったわよね。マミさんのせいで太一が落ちたのよ。どうして私のせいになるんですか？もっとお金かけて塾に通わせたりしたら、あの子は受かってました。それはどうですかね。受かっていたに決まってるでしょ。レイカが合格したこと、喜んでくれないんですか？喜べるわけないでしょ。だいたいレイカが受かる大学なんてたかが知れてるわよ。レイカがどこに合格したかも知らないんですか？興味ない。そうですか。タイチの人生を潰して一人だけノーノーと大学に通うなんて。レイカは努力しましたから。タイチは努力してないっていうの？失礼な人ね。あなたもレイカも二度と私の前に現れないでちょうだい。合格しておめでたいのにそんな言い方。おめでたいですって？あなたたちが言うこと聞いていたらこんな結果にならなかったのよ。関係ないですよ。あるわよ。二人とも今後私の前に現れたら容赦しないから。わかりました。こちらもお母さんと仲良くできるとは思っていません。口が減らないわね。ただ一つだけ聞かせてください。タイチ君、これからどうするんですか？来年に向けて猛勉強するに決まってるじゃない。本人がそう言ったんですか？言わないけどそういうに決まってるでしょ。お聞きになったらどうですか？もっともタイチ君があなたからの電話に出るとは限りませんけど。何が言いたいのよ。はっきり言ったらどうなの？あなたのご自慢のタイチ君、あなたにうんざりなんですって。口答えの次は出まかせ？太一くん、進学するつもりなかったんですよ。そんなことないわ。勉強頑張ってたじゃないの。頑張りを見たんですか？高谷が言ってたわ。毎日遅くまで頑張ってるって。何を頑張っていたのかご存知？だから勉強よ。太一くん、ハリウッドでショーガールになりたいんですって。女装が好きで毎日メイクの勉強していたらしいですよ。はあ？
大地は真面目に受験勉強してたのよ。あなたから期待されて面倒だったから何も言わなかっただけですよ。ショーガールって何なのよ。だから女装して皆さんにダンスを。そんなこと分かってるわよ。嘘だって言いなさいよ。高谷さんに確認したらどうですか。家族みんなで太一くんの夢を応援するって言ってましたから。嘘でしょ。舞台衣装姿の太一くん、とっても楽しそうですね。あの子が女装なんて。動画サイトにも載ってますよ。あの子は大切な跡取りなのよ。太一くんはそのつもりはないみたいですけど。あんなに大切に育てたのに。孫のことをバカにしていびったり、過度に期待をするのは迷惑だそうです。そんな。ちなみに麗華もアメリカに行くんですよ。アメリカの大学に首席で合格したんで。首席？幼い頃から医師になるのが夢だったので。医学部に首席で合格したわけ？ですから奨学金が出るのでお金の心配はありません。あのバカな麗華が？あの子は誰よりも優秀です。マミさん、私が悪かったわ。これからは麗華のことを大切にするわね。嫌だわお母さん。お忘れになったんですか？何を？今後私の前に現れたら容赦しないでしょ？違うから待って。それは大学のことを知らなかったから。マミさん、お願い話を聞いて。その後姑の連絡はブロックしました。夫も姑の言動にうんざりしていたので、自然と連絡を取らなくなっていきました。数年後、麗華は無事に合格をして医師の道に進みました。太一くんも好きなことを仕事にして輝いています。以前と同じように姑と連絡を取っている高谷さんから聞いたところによると、姑は孫二人を失ったことに意気消沈しているようです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。